はい、皆様こんばんは。お酒の塾長です。今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。軽く一杯216杯目になります。楽しみな、ウイスキー出てきましたね。スコッチシングルモルトハイランドですね。ハイランドのモルト、早速飲んでいきましょう。お酒の種類はウイスキー、シングルモルト、スコッチ、銘柄ロイヤルロッコナガー12年、原産地イギリス、スコットランド、ハイランド、蒸留所ザ・ロイヤル・ロッホ・ナガー蒸留所、アルコール度数 40% になります。ですね、スコッチシングルモルトっていったらいろんな地域ありますよね。いわゆるピート効果がきついアイラーっていうものもあればですね、あとはスペイサイド、マッカラーの筆頭とするスペイサイド、まあ、あとはローランド、キャンベルタウン、はい、アイランズとかいろいろあるんですけど、その中で今回はハイランドですね。久しぶりにハイランドのモルトになりましてですね。で、このロイヤルノッコナガーっていうのは、結構なんていうのかな、小規模な蒸留所なんですけど、インパクト強いと言いますかね、存在感ありますよね。これね、前からちょっとね、ずっと、動画したかったんですけどね、なかなかその機会がなかったんですけど、ついにこの日がやってきたっていう感じですよね。このエピソードね、このロッホナガーの、ロイヤルロッホナガーのエピソードは私大好きなんでね、よろしかったらね、ちょっと最後まで聞いていただくとね、嬉しいかなと思いますね。ロッホナガー、ゲール語ではですね、岩の露出した湖っていうような名前なんですね。D 川って言ってね、川があるんですけどね、その一番高い山の名前、これがロッホナガーっていうことらしいんですよね。そこからね、冠されたものなんですけど、なぜね、これロッホナガーがロイヤル、ここに書いてますね、ロイヤルってついたかっていうのはエピソードがあるんですね。なぜロイヤルの名を冠することができるのか、その話をちょっとさせていただきましょうね。ロッホナガーの蒸留所は1845年に創立ですね。いわゆる日本でいうと江戸時代末期、幕末の頃ですね。資産家ジョン・ベグさんですね、がある程度ね、構築していったんですけど、まあ、このロッコナガー蒸留所を普通に稼働してたんですけど、ここからが面白いんですね。まあ、面白いって言っても私だけが面白いのかもしれませんけどね。3年後にですね、偶然にもイギリスの王様、女王ですね、ビクトリア女王が、隣接するバルモナール城、これはね、英王室、英国の王室のですね、夏の離宮のバルモラル城ですね、を買ったというところがね、一つポイントになりまして、でですね、ジョン・ベグさんはですね、見学を打診されたんですね。見学、よろしかったら、ビクトリア女王さん、隣にちょっと蒸留所あるんで来てくれませんかねみたいなね、どうぞって言って手紙を書いたらしいんですね。特に何も返信はなかったようなんですけど、突然ですね、その手紙を出した数日後ですかね、数日後がちょっと、翌日が忘れましたけど、急遽ですね、アポなしでビクトリア女王と、女王の旦那様というんですかね、アルバート公が急遽訪れてですね、見学が始まったみたいですね。びっくりしたでしょうね。このジョン・ベグさんもですね、まさかほんまに来てくれるとは思いませんでしたみたいな感じでしょうかね。まあ、一生懸命ご対応されたんでしょうね。そしてですね、その見学は終わって、ちょっとね、数日経った後ですね、いわゆる王室御用達の証、ワラント、ロイヤルの冠も授与された。というね、そういうね、ところからこのロイヤルっていうのがついたんですよね。急遽こうね、王室の御用達になったっていうところなんですね。その見学のおかげっていうんですかね。もちろん見学のおかげ、プラスお酒の酒質、ウイスキーのね、味もすごい良かったんだと思いますよね。ですね、これね、ボトルのところに書いてるの分かるかな？
ボトルにはですね、ちょっと英語に見えへんかな。ビクトリア、女王ですね。ビクトリアとかですね。あとはその息子であるエドワード7世。孫のジョージ5世の名も書かれてるっていうね。そういうね、ワラントなんですよね。それでね、ロッホナガーからロイヤルっていうのがつって、ロイヤルロッホナガーという風に、冠されたってことですね。でね、私結構面白いなと思うのはね、あれなんですね、このビクトリア女王はですね、イギリスをすごい発展させた人ですね、ハプスブルタニカでしたかね、もうすごい発展させたんですけど、この女王はですね、このいつもね、飲んでる、いつもかどうか知りませんけど、お気に召した、愛飲された極上のボルドーワイン、フランスボルドーですね、まあおそらく一級の、シャトーの中心じゃないかと思うんですけどね。まあ一級以外にもね、2級、3級、4級、5級、全部美味しいものもあるから一概に言われへんけどね。その極上ブルドーワインにですね、このロイヤルホナガーのウイスキーをですね、数滴落としてよく召し上がったと。そういうね、逸話があるんですよね。まあもったいない感じしますけどね、極上のね、ボルドーワインにですね、まあ、ボルドの赤でしょうね。まあ、もしかしたら、まあ、ソーテルヌはないと思うから、寄付のソーテルヌにこれを入れるってことはないと思うんで、おそらく、ボルドの赤でしょうね。カベルネ・ソーヴィニオン、カベルネ、メルロー、カベルネ・フランケートのですね、このボルド赤ワインにですね、このウイスキーを数滴ね、入れてよく召し上がったと。そういうね、いつものあるね、スコッチなんですね。面白いですね、こういうのもね。はい、というようなシングルモードですが、まあ、あとね、ブレンデッドウイスキーにもキーモルトとして使われててですね、今はどうか分からへんけど、昔、ジョニー・ウォーカーの高級ブランドのものですね、ブルーラベルやったかな、あれにも確かちょっと入ってたりとかね、したのかなっていうふうに思いますよね。では、早速飲んでいきましょう。ロイヤル・ロッホ・ナガーでーす。12年ですね。さあ、トレーのごとくソムリエナイフでキャップシールを開けていくようにしましょう。ですね、でもここからは結構開けれるんですが、さあ、ここからちょっと黙ってしまいそうな感じしますけどね、ばっかり言ってね、さあ、うまいこと開けれますかね、よいしょ、まあ、この辺からちょっと開けてみようか、まあまあ、無事にっていうか、何事もなく開けれましたね、いつもと緊張の瞬間ですね、ロイヤルの粉が、まあ、こんな感じですね。さあ、えらい長くため息つきましたけど、楽しみですね。開けていきます。コルクの香りがいいですね。ストレート。ああ、なるほどな。ロック。そして、悩んだ挙句に、今日もそうなり、喉乾いたからこういうのもしてみましょうね。はい、ロイヤルロックの流れですね。はい、ステアをしていきましょう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.5 回と。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.5 回と。はい。さてと、ストレートから飲んでいきましょうかね。とですね、濃い、アンバー琥珀かなというふうにちょっと前評判で思ってたんですけど、濃いんですけど思いっきり濃いわけじゃないですよね。適度なバランスが取れたゴールド、琥珀感、艶のある輝きのある琥珀感っていう感じですよね。なんかなんていうのかな、存在感あるような色ですよね、これね。香りをとっていきます。そうですね、キャラメルとかですね、甘い感じのですね、場合によっては、まあ、場合っていうことはないんですけど、熟成果実とかですね、あとバニラ系統、そして木の匂いですね、そういう、まあ、どっちかというと甘い方ですよね。ちょっとね、甘いって言ってもね、がっつりシェリーダルの熟成果実ばっかりとかですね、バニラバニラしてるバーボンダルっていうものとはちょっと違いますよね。なんて表現したんやろうね。なかなかこのハイランドのシングルモード面白いですね。そうやね。ちょっと一回行ったらちょっと香り
よくわからなかったんで、もう一回書いてみましょうかね。特徴は全部つかみ取れませんよね。うん、そうですね、さっき言ったバニラとか熟成果実系と、あとカラメルチョコレートの後にですね、その背後に隠れてるのはですね、なんて言ったらいいのかな、日本で言ったらおからとか豆腐、よくねクラシカルなお店でね豆腐とかおからとか作ってませんか、豆乳の匂いとかね、そんな感じしますよね。うん、もしかしたらそのあたりっていうのは、なんていうのかな、ウイスキー、特にジャパニーズウイスキーとスコッチウイスキーはそうなんですけど、乳酸菌の活躍っていうのは結構ありますので、もしかしたらこの乳酸菌由来の何かね、そういう、エステル関係っていうのが影響してるのかどうか知りませんけど、ちょっと懐かしいね、私はなんだろう、朝ね、母親に、朝ですけど、子供の頃母親によく連れて行かれた朝の会みたいなのがあってですね、そこでね、いつも帰りか行きしながら忘れ、帰りやろね、なんか豆腐屋さんでおからとか豆乳とか買ってたんですね、うちの母がね。その豆腐屋さんの匂いですわ。どんな表現の匂いやね、それね。というような感じですよね。背後にあるのはそんな感じの匂いですね。でも一般的にはさっき言ったようなバニラとかと蜂蜜ですね。蜂蜜の香りがよく出てきましたね。そのような香りが当然顕著なんですけど、背後に隠れたですね、香りっていうのはお豆腐屋さんを彷彿させますよね。やっぱりそういうクラシカルなものっていうのは古今東西同じなのかもしれませんよね。ということで飲んでいきます。甘いですね。甘いですが、飲んだ後ですね、非常にさってね消えていく、ドライになっていきますよね。なんて言うんだろうな、いい意味で軽やかな感じですよ、爽やかな風が吹くっていう感じですよね。最初は甘みを感じてですね、まったり重いのかなと思うんですけど、そうではなくてですね、ケージ変化でですね、口の中が爽やかな香りになっていく、フレッシュな香り、何杯でも飲めそうな感じですよね。なんだろう、二列相反する AB 型みたいな酒、なんていうんやろうね、飲み飽きない何杯でも飲めそうなスコッチっていう、そんな感じしますよね。いやー、なかなかこれ上品やね、やっぱりね、上品、まあ、ロイヤルって名前ついてるから上品っていう感じが勝手にしてるんかもしれませんけど、なんだろう、荒くないね、これね。さあ次はですね、ロックいただきましょう。ロックもええね。ふんわり柔らかくするところにですね、そういうテクスチャーにですね、また氷によるちょっとね、冷えた感じもね、すっきりして飲みやすい。なんかね、これあれ似てますわ、蜂蜜酒のミードですわ。ミードっぽい味ですね、これね。やっとわかったわ。ミードっぽいですわ、これね。ミード、いわゆる蜂蜜の醸造酒。イギリス伝来の酒ですよね。まあ、蜂蜜のワインって言った方がいいのかな。なかなかね、ミードって売ってないんですけど、ホームページとか調べたら、日本でもミード作ってたりするんですけどね、それ参考にしてもらったらいいんですけど、この後がミードですわ。うん。やっぱイギリスとかって、この蜂蜜とか果実とか甘いもんが、やっぱり好みですよね。そういうね、一品だと私思いますわ、これね。ビクトリア女王とか王様たちも喜ぶのは分かるような気しますよね。先祖伝来のね、こういう酒。まあ、王室はね、いろいろ先祖伝来じゃないパターンもあるのかもしれませんけど、納得できますよね。さあ、最後に、ソーダ割りですね。どんな感じでしょうね。ちょっと濃いめに、これぐらいにしとこうかな。まあ、下馬評では、まあ、ストレートロックの方が、まあ、本当はこれ水割りもしたいんやけど、まあ、水割りも美味しいからいいかなと思うんですけど、まあ、下馬評として、やっぱりソーダ割りは、まあ、どうなんだろうっていう感じがしてしまいますが、これも、研究のために頑張ります。うん。フローラの香りがふわーってしますよね。さあ、どういう香りになるかですね、早速飲んでいくことにしましょう。さあ、再度いただきます。うん。そうですね。なんかゲバヘオとかさっき言いましたけど、これは十分うまいですわ。
ちょっとね、やはり私の思った通り、相談割りにすることによってバランスを崩してるところがあるんですけどね。でもですね、これはこれでですね、あり、さっきも言いましたが、何杯でも飲み続けられる、なんだろう、最初厚みはあるんですけど、最後キレがあるっていうのかな、すっきりする。ほんでね、これスコッチウイスキーの特徴ですよね。酔うけど酔わない、酔うけど覚醒する、そのようなね、風味を彷彿させますよね。いやー、でもこれはいいね、やっぱりね。そうなり、やっぱりええよ、これね、なかなかね。あ、そうか。そやね、やっぱり今日は、やっぱりこのロイヤルのフォナガー関係は、ストレートとロックがうまいな、やっぱりな。今日の気分としてはですね。なんかね、今ね、香りを嗅ぐとですね、さっき申し上げた甘い香りプラスね、バターみたいなね、ちょっと発音、イントネーションおかしかったですね。バター、トフィーとかよく言われるのかな、キャラメル、そんなね、香りもやっぱり出てきますよね。なんだろう、乳製品関係を彷彿させるような香りって言った方がいいのかな。やっぱりそうか、やっぱりミード、あと麦の旨み甘み、そしてどことなく私が申し上げた豆腐屋さんみたいなクラシカルなフード、それが混然一体となった酒っていう風に私は思いましたね。ロイヤルって感されるだけね、やっぱありますよね。今回もやね、非常に納得できたね、スコッチに巡り合えてありがたい幸せな気分です。はい、では今回もお時間になりましたね。ご視聴いただきましてありがとうございました。今夜はロイヤルロッホナガー12年で乾杯。